ねえねえ、薬用バンパークリームだったらラスティーズがやっぱりナンバーワンだよね。カチャウ。難しい。はい。カチャウ、あっち向いてるね。こう手で置いてこっち向いて、はい。カチャウ。よし、それじゃやろう。カメラの前に立つからね。カチャウ。こんにちは。今日はアルティメットライトニングマックイーンをいろいろ走らせてみたいと思います。結構ね、難しい操作がこう、いきなりぶつかってます。結構ね、いろいろ変わっては見るもののなかなか難しい。もうちょっとね、広いところで豪快に走らせたいんだけどね。ただこのね、なんていうの、ここではドーナツターンって書いてるんだけど、ドリフトみたいな動きがね、すごく、このね、ドリフトみたいな動きがかっこいいんですよ。かっこいいでしょ、今の。これがね、すんごいかっこいいです。見えないとこで回るんだよな。難しいな。はっ、いいね、いいね。はいはいはい、かっこいい、かっこいいよ、マックイーン。で、本当はね、こう走らせておいてこっち向いて、はい、いけた、やれたやれた。これこれこれがやりたかったんですよ。いいね。あ、危ない難しい。これやっぱ広いとこでやらないと難しい。はい、カチャー、あっち向いてるね。こう難しいな。いや、これ実は勝手にね、それじゃやろう、カメラの前に立つからね。これ台本がまあいろいろ設定できるんだけど、ここでね、ひょっとしたらこの動きの設定もプログラムできるのかなと思ってたんですけど、どうやらそれは違うのかな。ほんとセリフだけっぽいですね。セリフをここにこう追加していって、次回転しようか。こんな感じかな。で、これをこうやって台本3つ設定できるんだけど、ここに保存できるんですね。で、これここに戻してと、でこの台本12っていうのが押せるようになるんで、さっきのだと、ちょっと待ってよ、今設定した台本2だと、ねえねえ、薬用バンパークリームだったらラスティーズがやっぱりナンバーワンだよね。カチャウって感じで、ラスティーズのバンパークリームの CM っぽいセリフをセットできたりするわけですね。で、これでこう、走り去ったりするとかっこいいよね。で、
ってな感じなんですけど、これ個人的にはできたら、いや、そのアップデートでひょっとしたら対応とかっていうことも全然あり得ると思うんだけど、この動作もある程度ちょっとプログラムできるともっと楽しいなとは思いますよね。でこれでも十分楽しいんだけどね。だからこの台本はもうあくまでもこのセリフと動作だね。これをその好きな風に好きな順番にこう組み替えて、でそれを喋らせることができるって感じかな。動作も欲しかったんだけどな。なぜならこう操作が難しいから。いやできたらこう、あらかじめスタート位置決めて、であらかじめちょっと操作して、でカメラの前でキュッて止まって、ラスティーズのバンパークリーム最高みたいなことを言ってカチャーで走り去るっていうプログラムをしたかったんですよ。したかったんですけど、どうやらちょっとそれが無理みたいですね。まあとはいえこれね、台本組むだけでね、これねえねえ、薬用バンパークリームだったらラスティーズがやっぱりナンバーワンだよね。カチャーてな感じで、セリフを言ってもらって、でそのまま走り去るみたいなことは簡単にできるんで、これね、いや不満点はあるものの楽しいです。すごくかっこいい。だから本当はここにね、このカメラの前までこうキュッとねドリフトでやってきて止まって、でさっきのセリフ言ってこう走り去ってもらえたんだけど、いや練習すればそのうちできるようになるとは思うんだけどね。これ僕の技術不足っていう可能性が大なんですけど、はい。というわけで今日はマックイーンを走らせたり、あと台本機能だね、これでちょっと遊んでみました。ちょっとやっぱり練習不足なので、マックイーンを動かすのがとにかく難しい。台本はね、もう本当設定するだけなんで簡単なんだけど、もうちょっと練習してかっこよく走らせられるようになったら、またちょっと動画上げたいなと思います。で、最後に、さっきこの台本、これをちょっと再生してみます。えい。集中するんだ。見てね。